殺すぞ俺。やるんか。
ジで勘弁してください。あれは、おい、お前財布置いて消えろ。後悔すなよ。おお、もう一遊びで。
すみません。俺が悪かった。ちょっとぐらい付き合えよ。黙って財布出せ。邪魔すいませんでした。そこは適当に合わせといてさ。空の一壺は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。これが殻の一つを。お前、まことなんやろ。そないなとこで何してるんや、お前。まこと？あなたにはまた会えると思ってた。お前、見えとるんか？お前、見えとるんか？なんとか街を歩ける程度にはね。
あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日あの殻の一粒で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄を、あんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなよ。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命やない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは殻の一粒を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅんか。お金なら払える。10億で足りる。もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。マコト、ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。行くで。
足元気ぃつけや。まだよ。50% だって。え？雪の確率、天気予報で言ってた。そっか、どうりで寒いわけや。さあ、降られる前に早行こうか。うん。たこ焼き屋に人がめっちゃ並んどる。そう。そういえば私、さっき屋台を見かけたか。屋台って、たこ焼きんか？多分、匂いがそんな感じだったから。どこで見たいの？なんか、広場みたいなところ。周りに大きな建物がいっぱいあった。この辺りで広場言うたら、劇場前広場やろうか。ほな、そっちに行ってみようか。遅刻しそう。どうかな。邪魔する。お疲れ様でした。いや、部長。ありがとう。ん？走らないでくれて。なあ、気にすんなや。ただちょっと走り疲れただけや。せやからちゃんとはぐれんでついてきや。うん。なんていいって、私一人で平気だから。時間かかってすまへんな。せやけど、まずはたこ焼き食ってからやで。約束してやろ。たこ焼きの屋台、この辺りだった気がする。そうか、ほな探してみるか。気付けや。二つくれや。はいよ。はよしてや。はいはい。優しいんだね。うるさい。いい人じゃない、ね。グダグダ言うとらんとさっさと焼け。いい人です。
私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。ごちそうさま。大阪にも負けてないね、カムロ町のたこ焼き。ああ、そんだけお前は世間知らずやったっちゅうことや。そうだね。どうやって堂島組に復讐する気なんや、お前。教えない。アホな真似はよせや。それにもし俺が手伝ったとしても組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんだ。その場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんの。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考える。今さらそんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて、私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。美味しかったな、たこ焼き。あ？もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたる。ごめんね。すぐ戻ってくるわ。ちょ、待っとけ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
そんなに…ほら、出すもん出せ。邪魔や。あんちゃん、あ、たこ焼きくれや。何言うとるんやお前。さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言預かっててね。何やと。その子もあんたの名前知らねえっつうから、たこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんは誠って名乗ってたけど、伝言の相手あんたでいいんだよな。あのアホ。明日の5時空の一坪の上にあった屋上に来てって、そんだけ伝えたらあんたにはわかるって言ってたけど。明日5時屋上。伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれてさ。さっさと持ってけ。ごちそうさん。
どこほっつき歩いとんねん、まこと。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組、うちの雇った鬼人会、てめえのおかげでさんざ下手うってな、仕方ねえから消す羽目になっちまった。お前らが西谷を手間かけさせやがって、いい加減目障りだぜ。誠はどないした。あの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな、丁重にお迎えしてやったよ。なんやと、あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅうんか。振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよ。しつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会うんや。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。はあ？あの子はどこにおんねや！Yeah!
他の門に聞く。その前にお前には死んでもらうけどな。はよ言えや。六本木セバスチャンビルの展望テラスだ。そがら、その顔が気に食わぬ。なんないよ。
親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、殻の一つぼの件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か？お金はいくらでも結構です。ただしこれまで殻の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで？あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。誰か来るぞ。あ、一人か。誰だありゃ。まじま。渋沢組が始末したんじゃねえのか。まじめ、止まれこれ。うっさいわボケ。お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやぞ。さっさとどかんかい、ボケが。
誠だ。なんやこれは。何しとるんやお前。Yeah!
おい、マコト、聞こえるか？しっかりせえ！おい、俺がわからんのか？返事せえや、マコト！ごめんなさい。マコト、私だけじゃ何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんで。お願い、聞いて。あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください。道島組長、それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うに言った、あの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一つぼは周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。
だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。女子供だろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私は本当にバカだって世間知らずだから、殻の一壺があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった、もうええ。やるしかなかったの。クソ、誰かこの子を。真島、セロ、何があった？撃たれてる。すぐに運べ。この人を死なせるな。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。誠、おい聞こえるか。死んだ、死ぬんやない。復讐でも何でもお前の望みは俺が叶えとるから。せやから頼む。東条界最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る殻の一壺の所有者牧村誠は橘の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。しかし神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。
つまでかかっとるんや。終わったんか？手術はどないやった？失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫。手術は成功です。ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。な、何やと？という状況よ、セラさん。セラ。真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば、間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ？少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか？俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。うん？これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限り、あの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか？先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。カムロ町再開発計画、今までさんざ殻の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ？風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから。堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい？そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ええ？てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さない限り、キルみたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ、親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか、桐生。
錦。牧村誠、まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあケリュー、お前真島五郎って男知ってるか？名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか？そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを？真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前？はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか？ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ？おい、無視かよ。おお、一体な。ちょっとお前、顔がムカつくんだよ。うん、そっちは？日教連の世良だ。世良さん、あなただったんですか？立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。
俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。お前とサシで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。